何してるんですか？アルバイトですよ。今日のお客様は、あちらの写真のお方です。あ、これもしかして新しいガンマチ戦法かなんかですかね？いえいえ、侵入してきた相手にコーヒーを振る舞い、和解しようという平和な取り組みです。あ、目の前にものすごく怪しい車がいますね。残念なことに、10回連続ぐらいハッキングだけして、食い逃げするお客さんばかりで。まあ、普通お店のカウンターの向こう側に相手がいたら、ガンマチしてると思いますよね。あの車、なかなか逃げないですね。こちらの無害をアピールしましょう。あ、それでさっきからルアー投げまくってたんですか？うわぁ。おぉ、てっきりあのスポーツカーが侵入者だと思ってましたよ。ここ、いつからドライブスルーになったんでしょうか？もう、逆にいっそ清々しいぐらいいいお客さんですね。あ、これ強盗だわ。接客業のプロ、霊夢さんに任せてください。強盗には、おとなしく従うのが基本です。このように、相手が要求しているものを素直に渡します。多分、ルアーは要求してないと思いますよ。見てください、銃を下ろしましたよ。さらに物騒なもん投げられてますけどね。ドドドドドドド、動じてはいけません。落ち着けや。ここで起爆すればお前も巻き込まれてただじゃすまねえぜ。なんで小物悪役みたいなセリフになってんですか？おお、ついに発砲しやがった。まだ殺さないんですか？今の私はハッカーでもフィクサーでもない。お客様にコーヒーをお届けするバリスタだ。いや、これ客じゃなくてどう見ても強盗ですよ。どんなお客様も傷つけない。それがプロってもんじゃねえのかい？いやぁ、強盗すら飼いならすそのハッキング力、感服いたしました。あ、これマインドハッキングって戦法でダメですかね？実用性ないんで勘弁してください。今回のハッキング会で使っては？使わないに決まってんでしょうが。尾行とかだと、下手にコソコソするより、堂々としてた方が成功したりするんですけど。ハッキングで和解だけは未だに見たことないですわ。てか、相手爆弾投げられても逃げない。あ、さすがに動揺してるわ。尾行っての羽、ハッキングと違って平和なモードなんですよ。おう、とりあえず前回の自分の動画見返してこいや。無理、心が折れちゃう。いやぁ、投稿者アンチが湧くのはわかるんですが、動画内のキャラめがけてのアンチが湧くって、霊夢さんさすがですわ。気にしないもん。私は私のキャラを貫くんだもん。お、相手が時間切れで強制退出ですね。無欠勝利じゃないですか。ポイントは入ってないですけど。マインドハック成功ですね。流行るといいな、マインドハック。ま、ないでしょうな。お、茶番終わったか？おや、今回は登場しないもんかと。いや、毎回冒頭に茶番入るの固定だから、めんどくさいし、もう終わったあたりで出ていけばいいかなと。めんどくさいとは失礼な。ほんとですよ、私のハッキングパートの投稿が遅い理由の8割が、冒頭の茶番が用意できずにシフハックしてるって理由ですよ。霊夢の尾行じゃいかんのか？ダメに決まってんでしょうが。私の出番が少なくなる。まあ、そんなこったろうと思ってたけども、今回はタイトル通り、ハッキングモードにおいての停電の使い方について、レクチャーしていこうと思います。まあ、私たち自身すでに別ゲーに移住しちゃったので、そろそろ大々的に動画にしてもいいかなとか。前々回の解説動画上げていこう。思い過ごしだとは思うけども、防衛のランク弱いとかの相手でもやたらプログレスホイール見てる人多くてな。たかだか10万再生ですが、ゲーム人口から考えれば十分な数ですしね。うかつに必殺技見せると、ほんと危険だよな。タックルスキャンとか。ねえよ。さて、まあ今回は夜ということもありまして、大体使い方は予想できるんじゃないでしょうか。停電使って、街の明かりを落とすんだろ。まあ、そうですね。一番基本的な使い方なんですが、まあ、これがどれぐらい有効か見てもらいましょう。暗くなるつっても、街中じゃその他の光源かな。今回動画の尺的に時間厳しいので、少し早送りしますよ。敵が遠くへ移動していたのでここへ到着するのに手こずってますね。あ、これ敵が来るのを待ってるのか。そうですよ。ハッキング対象を監視するのは、ハッキングモード、攻め側の基本です。相手の場所がわからなければ的確なミスディレクションもできませんし、これ相手に見られたんじゃないのか。現場に車で突っ込んできてプログレスホイールの端近くで停車、ほぼホイールを横断している以上車から降りてからの索敵です。まあ見られてないでしょうな。なるほど、街中にしてはここくらい方だしな。今の威嚇射撃はなんだよ。グレポンってのは車線が通ってないと撃てないもんなんですよ。まあそうだよな。つまり大通りにグレポンが着弾したってことは大通りのどこからか発射したってことなので、こうした通路に隠れる前に一発撃っておけば平等に使えるんですよ。さらにハッキングエリア外には20秒まで待機できます。こうしてジャミングなどをされたらエリア外で時間を稼げば割と安全にジャミングを回避できます。範囲外にいるってバレるのにか。どこから範囲外に出たか相手には分かりませんし、範囲内外出たり入ったりしてれば相手の思考を乱せますしね。この相手もどうやら大通りで範囲外に出たと踏んで、大通りの市民を片っ端から機関銃で撃ってたみたいだな。ひどいことするやつもいたもんですね。ほんと人格を疑ってしまいますね。でこれ通路の出口はエリア外だけども、敵が来たらエリア外通ってエリア内まで逃げるってことでいいのか。まあ間に合わないでしょうし無理でしょうな。袋小路ってことか。停電時の基本技、すり抜けで相手の横をすり抜けます。明かりを落とし薄暗くした上で相手が真横に来たタイミングで私も通路へ飛び出し通路の出口へダッシュします。いや
さすがにバレるだろ。何のために念入りに大通り捜索してもらってるんですか？どういう意味だってばよ。大通りでグレポンを撃たれた。その後相手はエリア外を通っておとなしくなった。通行人片っ端から撃ってまで探したのに相手は見つからない。次にお前はこう言うだろう。大通りではなく裏の小道に隠れているしかないと。は、あとは簡単。通路を探すときはもちろん通路の奥を見ているので、このように暗がりで見えないところをクリアされる瞬間にすれ違い、奥までしっかり調べなければならない相手を置き去りにして、私は大通りまで走り抜けます。本当にすり抜けって成功するもんなんだな。撃たれたな。まあ気づくのが遅いって話ですよ。エリア外通知を利用し私の逃走経路をごまかしましょう。すぐにあそこに戻って、あとはハッキング終了を待つだけです。いやしかしここほんとエリアギリギリとか都合よく残っててくれて助かりますわ。ああ、行っちゃった。こんだけエリア外行ったり戻ったりされたら、まあ確かにわかりにくいわな。エリア内外動く場合は走ってるでしょうしね。動いている市民が片っ端から犠牲になっていますが、致し方ないな。私たちが殺してるんじゃないんで堪忍してください。しかし犯人は現場に戻るってあながち嘘じゃないのかな。私に関して言えばその率が非常に高いですね。実際一度見た場所って見ないもんなのか。私はよく見ますよ。だって自分が戻ってくるんですもん。まあそりゃそうだわな。こんな通路とかは出入り口とかにセンサー仕掛けて終わりにしてますけども。あ、相手が戻ってきた。厄介ですね。停電使えばここにいると言ってるようなもんなので、あと数秒ここで耐えましょう。おお、こっちに振り向いたぞ。最後に見られたかどうかは定かではありませんが、なかなか危ない橋でしたね。時間的に尺がきついので、2番目の利用法は戦闘途中から。日中だな。明かりを落とすわけじゃなさそうだが。このゲーム、ただのかくれんぼじゃないんですよね。ハッキングを利用した、かくれんぼですので、軽視されがちなハッキングを封じるとどうなるか、身をもって知ってもらいましょう。この停電は、身を守る停電です。これやられると、相当対処に困るんですよね。あ、リフトが止まった。はい、詰まるところ上に登るルートであるリフトを動かされた瞬間停電を発動、リフトを動作できなくさせるという技です。他に上に登れるルートはあっても、登ってくるまで待つわけないじゃないですか。防衛の待ち伏せ、攻撃の立てこもりといったところでしょうか。対処法は屋上に向かってグレポン乱射しかないですね。してきたな。当たればラッキーってやつです。まあ逃げますけども、これの弱点は隠れ場所を相手にさらした状態で戦うってところでしょうかね。それを踏まえても十分強い上に停電8個あればそれだけでゴリ押し勝利もらえたりするんで。うっぱえげつないな。これ動画でやるのはさすがにまずくないか。いやー、前回動画で真面目なやつがいいって人が多かったんで、勝てばよかろうなのだ的な戦法も教えるべきかと。これ使われたらお前もきついだろうに。あ、私防衛に関しては侵入されてから5秒で殺しちゃうので関係ないんですよね。すごいひどい話を聞いた気がするわ。さて、先ほどの停電の使い方に似てますが、今回の動画で使った2つの技の集大成です。まあ一方的なハメ殺しか。いや、まあ初見殺しではありますが、この動画見た人はラッキーですね。後で対策教えてあげちゃいます。対策は番組の最後だぞ。見ないと損しちゃうぞ。大丈夫です。ブラウザバック税はとっくにバックしてます。そんなことよりも霊夢会を挟んだ回数だけ視聴者が減ってることに関して反省しろよな。もともとうちらの動画あんなノリだったじゃないか。しかしまた安直な隠れ場所選んだな。いかにも怪しいでしょ。どっこいセット。普通に臨海。いや、これも作戦ですよ。こうして走行中に飛び降りるとエンジンが切れないんですよ。それが作戦なのか。アイドリングストップ。今回せっかくパトカーとか目立つ乗り物だったのでエンジンを切らずに降りたことでパトライトも消えないようにしてあります。いかにも隠れやすそうな場所、普通放置されていない車種、絶対に相手が乗り捨てた位置に車、光り輝くパトライト、完全にフルハウス、いや、ロイヤルストレートフラッシュかな。なるほど、これだけ怪しい条件揃ってればミスディレクションでここに注意を引きつけ自分は外で安全に隠れるというわけなんだな。だから霊夢さんの動画は受けないんですよ。な、てめえこの野郎。一度使ったネタを何度も動画で使うわけないじゃないですか。ミスディレクション、ミスディレクションって言いますけども万能の魔法じゃないんですよ。ただ相手の注意の焦点を少しだけ意図的にずらすだけであって、別に私が透明になってるわけでも相手の視界を奪っているわけでもないんですから。ま、そらそうだな。相手がなかなかこっちに気づいてくれないですね。なんでそんなにここに注意集めようとしてんだ。まあもう少し待っててくださいよ。あ、扉開けてくれた。もうすぐ入ってきそうですね。なんで入ってこんのや。まあ相手も中身が人間だしな。 MGS みたいにうまいこと誘導は難しいだろ。霊夢みたく扉の開け閉めはミスディレクションを警戒してる可能性もなきにしもあらずだしな。もう一回閉めて徹底的に怪しくしてやる。また開けられたな。でさ、本当に相手が入ってきたらどうするんだ。一発目のハッキング同様に横をすり抜けます。準備に準備を重ねたパトカーがあるので、はい、まあこんな感じで簡単にね。それでは皆さんご唱和ください。波動の90クロッツに90番台栄翔破棄。怖いわー。え、これもしかして。はい、捕まえました。このシャッターは電源が入った状態でハッキングしないと開かないので、真っ暗な駐車場に相手は監禁状態です。先ほどの停電ハック封じが防御的だとしたら、こっちは相手を直接的に行動不能にしているので
かなり攻撃的ですね。こっちの場合は、グレポンで撃たれることもないと。壁を貫通するグレポンがあるなら使ってどうぞ。さっきとじまり確認してたのはそういうことか。停電封印使える場所って結構多いので、迂闊に入らないことをお勧めします。停電終わった瞬間に重ねがけいですね。なるほどな。対策ってのはつまり、ああいう場所には近づくなってことか。いえ、脱出方法があるんですよ。裏側の扉が開くとか、爆発物使ったデスポーンです。ああ、自爆して復活するのか。かなり時間をロスしますが、まあ封殺されるよりはマシでしょう。ここで一つ豆知識、デスポーンすると、警察負ける上に、銃弾がマックス状態で復活するぞ。よく警察に追われる霊夢さんの上等手段ですね。まあ、確かにこれは初見殺しだな。デスポーン、覚えておいてください。防衛でかなり使える小技です。相手の視界切りとかにも使えます。ということで、長くなりましたが停電ピアースの講座でした。次回、9話でいいということで最終回になります。天才ハカーシリーズ最終話を、待て。